現在大谷大学博物館では2010年度冬季企画展として京都を学ぶをテーマに京の時代町展を開催しております。本日はこの企画展の見どころについて紹介いたします。さて、近世の京都は戦国の動乱から再生し繁栄発展を遂げていきますが、その様子は洛中洛外図に描かれ、街区や街路の詳細が多くの古地図に描かれるようになります。こうした時代、東本願寺は徳川家康より京都東六条に自治の寄進を得て寺内町の形成を進めていきます。またその後、三代将軍家光の時代には境内地東側に新たに自治の数を得て東寺内として拡大していきます。本展覧会では近世京都の姿と東寺内の所想という2つのテーマを設け、京都の発展とともに東本願寺、そして寺内町、またそこで働くさまざまな人々の暮らしを取り上げ紹介いたします。近世の京都は応仁、文明の乱後、上行、下行という2つの都市から復興し再生が行われます。こうして再生した上行、下行の2つの都市は次第に発展していき、町並みが続く一大都市へと変貌を遂げていきます。一方、近世京都の都市の景観は数多く出版された古地図に描かれ、その町並みの様子が街路や街区とともに表されるようになります。ここでは洛中洛外図と古地図を使って近世京都の姿を紹介していきます。近世の京都を象徴する景観に豊臣秀吉の大仏殿と徳川家康の二条城が挙げられます。それとともに注目されるのが下行の南に造営された西本願寺と東本願寺です。特に東本願寺については慶長7年1602年に徳川家康より自治の拝領が行われ、翌8年には阿弥陀堂、翌9年には御影堂が造営されて寺内町の形成が進められていったものと思われます。その後、三代将軍家光の時には境内地東側に新たに自治の加増を受け、東寺内町として拡大していきます。ここでは東寺内町で暮らしたさまざまな人々の生活を東本願寺の境内町絵図と本山家臣の記録をもとに紹介していきます。今回の企画展では近世京都の姿と東寺内の所想という2つのテーマを設け、近世京都の発展の様子とともに東本願寺、寺内町について、そこに暮らした人々の様子を紹介いたします。そこに展開した営みの一端を感じていただければ幸いです。多くのご来館をお待ちしております。